ね、軽い捨てでね、小刻みなね、こう振動とかアクション与えて止めてあげる。もうちょっとこうぴょこぴょこっとサクッと後に止めてあげる。そうするとイカが釣れる。重い捨てで手返しよくいる棚に落として釣る方法、それから今みたいに動かして、動かした後に止めて釣る方法、それで手の重さを使い分けたりとか、そういうこともできるんで、手返しを取るか、はたまたアクションで、アクション重視にして釣りを楽しむか、いろんなことができるんで、皆さんもぜひ幅広い重さを持っていただけるといいと思います。意外とね、あんま動かさないようにしてるとね、あんま当たんないんですよ。でもアクションをつけてあげて止める。はい、もうね、今日はこれがめっちゃ当たる。よし、まあまあいいサイズ。今ね、使ってる、一つ捨てて使ってるこの竿、ビンビンスティックの HS っていう竿なんですけど、まあ、本来ね、タイラバ用の竿なんですけど、このね、一つ捨てても使えちゃうね、非常にね、シャープなプリトチップ使ってるんで、もうね、バンバン当たり出ますよ。もうこれ、タイラバ用の竿なんで、イカでも使える。いい感じ。おい、いい感じですよ。もうね、ソリッドだからね、すごい当たりが明確。タイラバの竿にこんなね、手が使える竿があるとは正直思わなかったんですよ。